米国の女優。1980年第29回ミスユニバース世界大会優勝。金髪。173センチメートル。89から64から89。1959年7月24日、テキサス州サンアントニオに生まれる。母ジョアンはクリスチャンディオールの元モデル。父はサンアントニオ中流の空軍軍人。二人の兄を持つ。 出生名称オンニコルズ・ウェザリー。1968年、家族はサウスカロライナ州サムターに移る。この年、母が骨眼で死去。1977年、サムターハイスクール卒業。サウスカロライナ州クレムソンのクレムゾン大学入学。ミス・サウスキャロライナ1980及びミス・ USA1980 で優勝。 1980年7月8日、ソウルで開催された世界大会で優勝、ミスユニバース1980となる。1982年、クレムゾン大学卒業。1983年、歌手として一枚のアルバムを出すテレビでは、ドラマ、ベイウォッチやドキュメンタリー番組、オーシャンクエストに出演。1985年、オーシャンクエストの制作中に父死去。 オーシャンクエストは1986年のエミー賞にノミネートされる。映画、ポリスアカデミー3全員再訓練に出演。2000年まで続いたシカゴホープ以降、女優としての活動は減少している。2003年4月、ジョージア州ウェア軍ウェアズボロに移る。2008年、夫と二人の子供と共にカリフォルニア州オレンジ軍ニューポートビーチに移る。夫の母、 シャーリー・ハリスは不動産代理店のキャリアを持つ。その関係で、ニューポートビーチで不動産業に従事する。2013年3月、カリフォルニア州オレンジ郡アナハイムで、事前活動としてのダンスショーに出演。大学在学中、同期のアメフト選手、ドワイト・クラークと交際。クラークは結局彼女と別れ、他の女性と結婚した。 彼は後にサウスキャロライナフットボールホールオブフェームの殿堂入りを果たすが、詳細はドワイト・クラークの項目参照。1994年、俳優のチップ・ハリスと結婚。ショーン・ウェザリー・ハリスとなる。西を設ける。ありがとうございます。